はいどうも、十一番ベビーキャラーズ、おはようございます。今日はね、怒ってますよ、私。まあそんな怒ってないけど、というか全然怒ってないけど、まあ、全然怒ってないんですけどね。今までね、いろいろね、ありますけれども、最近というかね、別に前からあるんですけど、めちゃくちゃね、ありがたいことに皆さんね、いっぱい DM をね、していただけるんですけれども、その中でもね、まあ本当にね、ちょこちょこだけですけど、んって思うね、DM が来ます。んって思うやつ。そのまあ DM の内容がね、まずね、一つ目ね、 K さんって金持ちなんですかとかね、金持ちなんですねみたいな、いろいろバイクもいっぱい買ってとか、なんや会社もしてとか、なんかいろいろ、まあ全般的踏まえて言い方はね、いろいろありますけど、 K さんは金持ちなんですねっていうようなね、感じのね、 DM がね、たまにね、来ます。でですね、これに対して、まあ私ね、いつも動画内で言ってます。お金はありません。お金はないんです。借金まみれなんですっていうことを何度もね、動画内では言ってると思うんですけど、これをね、嘘で言うてるみたいな感じでね、思ってはる人もやっぱ中にはね、いてはると思うんですけど、そんなしょうもない嘘ついたかって何の利益になるんですか。私が何の利益にもなりませんよ、そんな。もうでもね、これからほんまね、絶対金持ちになったと思ってね、頑張ってるんで、もう金持ちになった時はね、金ありますんでって絶対言いますから。しょうもない嘘は嫌いなんで。なんでね、私はね、金もありませんのでね、皆さんね、そこだけは重々ね、今現状はね。まあでも後にはね、大金持ちになる男なんで、そこだけはね、分かっておっていただきたいなと思います。はい、でね、もう一個はですね、 K さんってなんか謎に金持ってますけどみたいな、これもね、さっきのね、金持ちのとちょっと似てるようで全然似てないんですけど、金持ってますけどなんか謎ですねみたいな、その資金力どっから湧くんですか、 K さんってヤクザなんですかっていうような質問がね、ごくごく稀ですけども、今までね、ありましたけど、そんなもうヤクザがこんな YouTube やらないじゃないですか。やらないでしょ、そんなもう普通考えてと。謎の資金力って言いますけど、これただの、まあ、国金やら銀行のね、借り入れなんですよね。単純にね、この会社を起こしてるっていうのは。で、本当に金はないので、もちろんこれ YouTube の中で会社を起こすことも決意をして、で、会社を起こしましたけど、もちろんお金なんてありませんので、借り入れをするところから、もちろん始まったわけですよ。で、借り入れがなんとかね、できたので、会社を起こすことができたという流れなんで、すべては借り入れです。なので、謎の資金力でも何でもなく、ただの銀行からの借り入れでございます。はい、これで皆さん分かりましたかね。もう会社時代もね、別にそんな全然儲かってませんからね、皆さんね、うちの会社にもね、ご協力お願いいたします。そんなこともね、全部まあ踏まえて、金持ちでもありませんし、ヤクザでもチンピラでもございませんし、ただの大阪のおっさんでございます。はい、ただね、一つね、まあ普通の人って言ったらおかしいかな、皆さんと違うっていうのはね、僕めちゃくちゃね、一歩踏み出す勇気めっちゃあるんですよ。一歩踏み出す根性とか、一歩踏み出す勇気、二歩三歩踏み出せるやつなんですよ。なので全然ね、リスクをリスクと思わなく、リスクを背負える人間なんです。はい、これはまあいいも悪いもね、まあ今までね、だから数々失敗もしてきましたけど、でもやっぱりね、皆さんね、人生はね、まあ人生もまあ何でも、スポーツでもね、人生でもね、もう何でも一緒なと思うんですけどね、リスクを取れないやつは成功できない、リスクを背負えないやつは成功できない、こんなもんね、もう明白なんですよ。こんなん確実に、ラッキーパンチが当たる人なんてほとんどいないし、ラッキーパンチが当たったとて一発のね、ラッキーパンチは終わるんでね、次の試合には負けます。でもう一つ言うならば、人生はね、もう攻めないと勝てないので、守ってばっかりでは絶対勝てません。スポーツでも何でもいいでしょ、守ってばっかりやったらどんだけ鉄壁な守りをしても良くて同点、攻めなければ良くて同点なので、勝つことはありえないですね。もし勝つことがあるのであれば、ラッキーパンチが当たる、打った時に。でもラッキーパンチが当たるっていうことは、一応攻めてるんで、攻めないとラッキーパンチも当たりません。腕を振らないとラッキーパンチすら当たりません。なので絶対的に攻めないと勝てないっていうのは、もう確実に分かってる話なんで、点入れられてもいいからね、点入れられてもいいっていうのがリスクですよね。リスクを背負ってでも自分が攻めないと勝つことはありえないんですよ。これはもう絶対誰がね、聞いても分かる話で、だから絶対的に攻めるっていうスタイルは、僕の中では一生崩さないスタイルですね。その結果、リスクを背負って、人生で言ったら、例えばリスクを背負って借金をして、事業がうまくいかなくって、借金だけ残る、もうこんなことはあるあるですよね。あるあるやし、こんなことなんかも分かってる話なんで、そこでね、借金背負ったか、手ぐらい借金背負ってもたってへこんでてもどうしようもないんで、あんならもう一発攻めようかって、もう一発攻めて成功して、その借金を返すしかないじゃないですか。へこんでて、うわ借金して、うわーってへこんでて、もう
そこから守りに入ってももう勝つことはありえない。もうこんなね分かりやすい話ってないと思うんですけど、これがねほんまにね人生でそういう風に起こってるって僕は思ってるので、絶対に攻める。ましてやね人生ね一度きりしかないんですよ。僕もインスタとかではねちょいちょい自分に言い聞かすためにストーリーとかでねちょこちょこ人生一度きりとかっていうのをね上げてますけど、人生って一度きりなんですよね。自分の人生って今生きてるね自分の人生っていうのは一度きりしかありません。必ず一度きりしかありません。その人生を生かすも殺すも自分の考え方次第だと思うし、自分の考え方とあとそれについていく行動力とねもうそれに尽きると思うんですよ。なのでね頭で考えててこうしたいなと思ってても行動に移せない人がほとんどなんで、それを僕はね簡単に行動に移せるっていうのが僕のねいいところでもあり悪いところでもあるのかもしれないですけど、自分ではそういう分析をしております。なのでね皆さんね人生一度きり一回しかない人生ね絶対に有意義にしてくださいよ。絶対有意義に、僕はまあまあそれなりにまだ精神面も強い方ですし行動力もあると思ってるので、嫁からはいつも笑われてますけど、僕は絶対にね成功する人間だと信じています。はい、絶対に信じています。いずれね必ずこの YouTube の中でね YouTube で多分こうずっとねその流れに沿って僕は YouTube をね一生諦めずにやり続けますんで、その流れでね僕が成功する過程がずっと残っていると思います。だからもう負けることなんて1ミリも考えません。もしかしたらどっかで1回負けるかもしれません。でも負けても僕すぐ立ち上がるんで、なのでもう負けたとて負けることは当然ね絶対あるんですよ。この前もねありましたけど、プロボクサーね井上尚弥選手みたいにねプロ生活無敗でここまですごいことを成し遂げる人なんてもう稀中の稀というか、もう世界に一人二人しかいないようなレベルなんで、でも実際プロになってからは負けなしですけど、アマチュア時代にはやっぱり何度も負けを経験して、その中で自分で感じるものというのもねあると思うのでね、その負けることによって強くなってきたっていうところもね必ずあると思うので、やっぱ人生負けることもね必要だと思いますし、そこで這い上がるね根性とか精神力っていうのもね必ず必要になってくると思いますので、でねまあこの5月6月でね4月5月6月新たな生活が始まるね、いろいろね環境が変わる時期ではあると思うんですけど、そういう暗いことねこう考えてる人もいっぱいいると思いますし、まあ僕だってね考え込むことだってありますけど、多分ね考え込むとかへこむとかいろいろそういったことって皆さんよりはね圧倒的に僕時間少ないんですよ。うわーってなんかあってどでかいことあってうわーってへこんだとしても、本当にどんだけへこんでてもまあ1日あればもうへこみは解消されますね。なぜなら考えても無駄っていうことが分かったからです。昔はね考え込むこともありましたけど、そんなもん1日2日考えて3日考えて4日考えて5日へこんで1週間へこんで、いやへこんだことしゃあないんですよ。もう前向いてね次に進まないと。まあ何でもそうですけどね、まあ分かりやすいところで言ったら失恋とかかな。失恋して彼氏彼女に振られて、めっちゃ大好きやった彼氏彼女で振られてへこむ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 、ずっとぐーってへこむへこむへこんだとてどないすんのよ。もっとええやつおるわ。いやそんなもんね、もっとええ女もっとええ男なんてこの中も山ほどおるんで、そんなやつで、ね、ずっとねそんなこと思ってても仕方ないんですよ。もう前向かないとね。だからそういったところもねもう全部踏まえてね、もうすぐ僕はもう前向きます。もう前向く、終わったことは仕方ない。後ろ振り返っても何にもいいことないんでね、それをね今起きたことを経験としてねしっかり捉えて、でこれを糧にね次に進むというねことをまあ僕はね心がけてやっております。でねやっぱりねこう人の助けというかね、人間はねこう一人では生きれないっていうのがやっぱりあると思うんで、やっぱね人間一人ではねやっぱ一人力ではなかなかやれることも少ないし、やっぱ仲間とかね家族っていうのはねすごく大事な存在になると思いますんでね、ほんまにね一生ね付き合っていける仲間なんて多分もうごく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 わずかなんですよ。そんな一生付き合っていける人間っていうのは、なのでやっぱねそういう一生付き合っていける人間をねしっかり見つけてね人生をね皆さんね謳歌していただきたいなと思います。私もね皆さんに負けぬようね人生を本当に謳歌したいと思います。でまあ私にはね今現状ね一緒にこう会社をねやっているまっちゃんという人間がいます。はい、まっちゃんとはねこのふれあいダビッドソン、私のまあ企画の中のふれあいダビッドソンという企画の中でハーレーを通じてまっちゃんとは知り合いましたけど、その後ねまあ意気投合し私の会社の立ち上げにね携わってくれるということになりましたけどね、もう今ではね本当にこれから一生をね共にする戦友になっております。まっちゃんという戦友がいるからこそね私の会社
社ができて、これからね本当に戦ってね、まっちゃんと共に金持ちになります。そして今メカニックで入ってもらってるね、シュンというね新しい仲間もできました。で応援してくれるねファミリーの皆さんがいらっしゃいますね。私にはこういった心強いね味方というか心強いね仲間がいっぱいいます。その人たちのね恩返しも踏まえて、私は絶対ね成功しないといけないと思っていますし、まあ何が成功やねんっていう話もなってきますけど、結局やっぱり今 YouTube でもねもっと登録者が増えて、あーこいつ応援しといてよかったなとかね、こいつと一緒におったらおもろいなとかね、そういったようにねみんなにね思われるように、私はこれからも頑張っていきたいと思います。皆さんも人生は楽しんだもん勝ちなんで、成功するもしないもそんなことはどっちでもいいっていう人もね、何が成功かっていうね価値観の違いもいっぱいありますけど、結局はもう楽しんだもん勝ちです。人生楽しんだもん勝ちだからね、皆さん絶対ね人生はね楽しんでください、謳歌してください、悔いのないように絶対的にね楽しんでください。それも全て、ね、意識の問題だと思うんですけど、楽しくないと思ったらね一回たまり場に遊びに来てください。私が楽しくします。はい、何回も言いますけど、人生一度きり、楽しんだもん勝ちです。楽しんだもん勝ち。はい、ということでね、まあこんな動画になりましたけれども、私もねずっと言い聞かせてます、自分に。もう人生一回しかないよと、人生一度きりしかない、なので楽しめ、攻めろってね自分に言い聞かせてます。まあこれからもねインスタのねストーリーとかにね自分に言い聞かすためにね、ちょこちょこね人生一度きりってね、人生謳歌しろとかね、人生楽しめとかね出すと思いますけれども、また皆さん見てやってください。それでは皆さん、こんなちょっと暑苦しい動画に付き合っていただきまして誠にありがとうございました。これからもチュチュのベイビーで大金持ち目指して頑張っていきます。皆さんも頑張ってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バーイ、サンキュー、オープンにありがとうございました。人生楽しめ。